さあ、どうさん、こんにちは。こんにちは。今日は新しい企画だよ。あ、いきなり神奈川から来て新しい企画させられて、はい、すいません。違う、俺さ、前々から思ったんだよ。ねえ、ねえ、なんですか。じゃ、例えばさ、ねえ、やっぱいい車乗ってる人おるじゃん、はい、この人一体収入いくらあんだよみたいな ね、 ね、気になりますね。気にならない、みんな。はい、この人一体何やってる人なのみたいな、ねえ、気な、ね、めっちゃ気になります。それを思って、まあやらしい話じゃなくて、まあやらしい話になっちゃうかもしれんけどまあ例えば今回プリウスなんですけど、まあプリウス一体維持費どのぐらいかかってんのとか、お財布事情どうなのってのを聞こうと思って、はいはい、神奈川から今日は質問攻めで今日質問攻めでいくよ。そうですね、ちょっと寒いんですけど、はい、ということで、偽りなく正直にお願いいたします。はい、お願いします。じゃ、まず小田さん、簡単な自己紹介をお願いします。はい、そうですね、神奈川から、来ました。お、名前は伏せるんですけど、じゃあ、じゃあなんかニックネームで、ニックネームで、じゃあどうしようかな、ニコリンで。ニコじゃあニコリンくん、地元でそう呼ばれてて。じゃあニコリンくん何歳ですか。今24で、もうすぐ25ですね。あ、24で、まあ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 、プリウスだったらカツカツカツなの。カツカツです、ね、そうなの。実際カツカツですね。そうなの。車検の時期とか来ちゃうと割とカツカツですね。それまでだと貯金貯まるんですけど、税金やら車検やらね、ちょうど貯まってきた時に車検が来てなくなる感じです、ね、あ、そういう感じね。じゃあなんでプリウスを買ったの。プリウス、そうですね、プリウスなんで買ったのって結構聞かれるんですけど、やっぱ一番燃費ですね。そこだよね、やっぱ燃費がいいよね。乗りたい車いっぱいあるんですけど、実際乗りたい車乗るとなんだろう、ガソリン代がどうこうってなってくれて、維持費の問題ね。そうですね。じゃあ気に入ってる点はある。気に入ってる点ですかね、プリウス割と後期になってからホグの位置変わって好きになったんですよね。前期横だったんで。そうだね、今期は真ん中なんで。下っすね。そうだね、これはあれだね、ツーリングじゃないね。あ、ツーリングじゃないですね、ツーリングがあんま好きじゃなくて。あ、ツーリング逆に嫌なの。ツーリングになるとエリオン、あの、あ、ヘッドライトになっちゃって、それが嫌なの。弾変えられなくなっちゃうんで。変えれないから嫌だと。そうなんですね、あ、それも言えるかもしれないね。そうなんですよ。じゃあまず、この車は自分で買った車。あ、そうです、はい。新車中古。新車でしたね。おお。いや、でも何にも、ただローンとか誰も買えるんで。いくらだった。え、でもこれ200、いや、もうその時減税で安かったんですよ。50万ぐらい引いてもらって。でも50万だ。それで250ぐらいです。250万ぐらい、はい、リーズだと思ってするんで。それが高いのか安いのかちょっと俺にはよくわからないけど、どうなんだろう。高いんじゃないですか。高いのかな。24歳だと高いんじゃないですか。250万円。250、厳しいですね。ちょっと気になること聞いていい。はい。じゃあちょ、こんなね、プリウス乗りのオーナーさん、一体いくら稼いでるか気になります。はい。いや、もう平均です。平均月収お願いします。平均月収20ぐらいですね。でも20あれば乗れますね。変な話、全然。じゃあまあ仮に今平均月収20ってことで、じゃあ家賃は一人暮らし。一人暮らしです。お、じゃあ家賃ある。家賃は6万ぐらいですかね、駐車場含めて。結構高ない？高いですね。今ちょっと広いとこ住んでて、駐車場入れて6万、一人暮らしで。一人暮らしです。 2DK に住んでる。ちょっとわけあって、それまでは何、女がいたとか。女がいたとかね。家だけ残っちゃって。家だけ結局それだけ住んでてみたいな。なるほどね、もともとは一緒に住んでね。まあもともとは2人だったと。あ、まあまあ、で6万円6万ぐらいですね。光熱費どんくらい。光熱費は、まあ、電気ガス水道。あ、でも都市ガスなんで全部含めて1万パワーぐらいぐらいですね。で7万ぐらい、ね、7万ぐらいですね。はい、その他支払いなんかある、まあ、車以外だとあとないですね。ない。あと食費ぐらいじゃないですかね。食費ぐらい、食費とか、まあそんなもろもろ雑費とか入れてるくらい。3万ぐらいですね。3万ぐらい。 OK。 小遣いとか別にしてる。小遣いは別ですね。あ、でも、あ、別ですね。その食費の中に3万円の中に入ってますね。ああ、そういう感じね。じゃあ3万円の中入ってる感じね。入ってます、ね、ローンの有無はあり。ああ、あります。こっから重要だよ。まず車のローンが、車のローンは5年払いで、月、でも月3万とか。3万ぐらい、月3万ぐらい。車自体は月3万ぐらい、はい、自動車税、じゃあ、違う、あの、自動車保険。保険は8000円ですね。安っ。安いんですよ。安くない。8000円安いんですよ。じゃあ3万8000円ぐらいだね。そのぐらいですね。ガソリン代は。ガソリン代は、あ、ガソリンは全然かかってないですね。1ヶ月1万円ぐらいじゃないですか。1万円 ?1 万ぐらいですね。ちなみに距離どんくらい乗る月に。あ、月すごいですね。月、あ、でもどうだろう、だいたい年間2万ぐらいになってますね。年間2万キロで何、月8000円ですもん。今でも1万円ですもん。今でも言います。もう相当燃費よく、燃費よく乗れば。あ、気使って乗ってる感じね。相当気使えば。踏むときついですけど。月2万、違う、月じゃねえや。年間2万キロ乗ってガソリン8000円、安いね。安いっす。さすがプリウスだね、そこは。じゃあ、あの、車検とか税金とか積み立てしてる。
あ、してますね。車検は10万ジャストですね、この間。ジャストだった？ジャストですね。それやっぱ毎月1万とかなれるの？毎月、あ、でも自分月々3万円ずつ貯めてます。あー、なるほどね。結構計画的なんだね、なんか。計画してますね。計画的なんだね。維持費が厳しいんだよ、本当に。なるほどね。まあそっからじゃない、貯金とかは別。貯金が3万円ですね。貯金は3万からそれ以上ですね。余裕があればそれ。賢いね、なんか。賢いね、なんか、こうやって聞いてると。そうしないと本当に生活もとなくなっちゃうんで。全然経済的やん。経済的なんですけど、やっぱりちょっと維持費痛いですね。やっぱり20代だと、どうしても給料安いんで。まあ、職柄しょうがないね。まあ何しては言えないけど。職柄多分そんなに高い給料とかじゃないと思うから。そうなんですよ。でもまあ、生活できてるから。はい、なんとか。じゃあ理想の話していい、ちょっと、はい、理想何乗りたい？理想はやっぱ会社乗りたいですね。あー、 BM だとか BM ベンツだとか乗りたいですね。さっきエスカレード押してたね。エスカレードも乗りたいですけど、ちょっとこの状況だとエスカレードってきついね。エスカレード厳しいですね。乗れんくもないんじゃない？乗れなくはないですけど、なんか頑張ればガソリンで多分さらにそこに3万ぐらいセカンドカーを買うと。まあ貯金もちゃんとしてさ、ね、でまああと積み立てとかね、あの車検とか税金とかですね。結構でも同じさ、ほらたまたま今日このプリウスあったけどね、違うプリウスソーラーさんってまた違うかもしれないね。そうなんですよ、気になるんですよね。もっと距離乗るかもしれないし、乗ってんのかなと思って。でも学生多いじゃん。学生多いです ね。いや今日はあれだね、じゃこれからこういうちょっとね新しいシリーズやりたいだよ。はいはい、取材来た方とかね、こういうの出てもいいよって人いたらね、はい、じゃ実際だから彼も気になるんだよね。そうですね、すっごい気になりますね。で多分今車乗ってない人とか、じゃプリウスにちょっと変えたいなって思ってる人、あ、今若い人は結構多いんでプリウスが。だからちょっとどういう風にまとめて、ちょっとまず1回目なんで、ちょっとこんなこと聞きたいってなったらコメントに書いてもらえば、ちょっと1回もう一回まとめ直すんで。はい、今突発だったよね。ちょっと突発だったね。新しいのやろうってやったから、ちょっと仮でやったんで、びっくりですね。なんであのもっと具体的に聞きたいんで、こうまあ単純に車だけで考えて、まあ5万ぐらい。5万ぐらいですね、駐車場も入ってくるんで。5万ぐらい、5、6万、5万ぐらい、ね、まあ乗る距離とかによってね。またカスタムし始めるとお金がそう消えてくる。カスタム費用とか使う？カスタムしないですね。あ、じゃあカスタム純正が好きなんで。まあカスタムする人だったらそうカスタム費用もね、聞かなかったからね。そう、だいたい月にいくらぐらい使ってるかとか。まだ使ってると思うんですけどね、カスタム。意外とさ、ちょこちょこしたの買ってると気づいたら10万円とか。あ、もうすごいすごいすごい、本当にすごいですね。ホグとか買ってると LED は高いやん、高い高い、 LED 高いですね。 HID 買ったりとか、そうですね、こう積もりに積もると。ということで今日はプリウスオーナーさんのお財布事情なんか、はい、じゃあ俺なんか参考になるといいなと思って。そうですね。そう、あ、まあ、確かにプリウスだったらいくらでも、うん、特に30人気じゃないですか。だし30、そうですね、あとまだ車乗ってない人たちもそうじゃん。自分が将来乗る時になったら大体いくら、プリウス乗るのにいくらなのみたいな。俺多分この手の方を、じゃまた今回新車じゃん。そうですね。また中古で買ってる人はどうなのかとか。そうですね、中古だったらもっと違うですね。もっと安いし、ローンも安くなるし、また現金で買ってるとは違うとかさ、あるじゃん。そうですね、でも安くなってるんでプリウスも。だからちょっといろんな人も聞きたいんで、よかったら応募してください。はい、特にあの高級車 の乗ってる人聞きたい。そうなんです、ね、あの、ね、たまにいるんですよ、ベンツ。会社乗りとか。学生でベンツとかいるんですけど。いる。どうやってやるんですか、大学生でベンツ乗ってるとか。身近にいたっすね。S とか乗ってる人いるじゃないですか。何あれ、どうやってやってんのかなと思って。本当だよね。前自分の学校でもセンチュリーを学生乗ってる人がいて学生の運転で乗るなんすね。だからあれだってもう燃費いくつなんすかなって。本当におるよね、学生で S 乗りまして現行ベンツ乗ってるやつ。どっから感じ出てんだよね。あれ不思議なんですよ、ね、あれかな、マミーとかパピーかな。マミーパピーがやかすからいかんじゃないだろ。普通に考えたらバイトするしかないじゃないですか。だってさ、なんかバイトも別になんかね、普通のバイトとかでね、コンビニでバイトしてるとかさ、おめえよコンビニでバイト何ですか乗れるんだよ、それ。それはちょっと厳しいですね。絶対マミーパピーやん、それ。車買ってきたぞみたいな。お、車買ったらこれ乗っとけよぐらいの感じで。車もらって本体価格なくても維持費払えないですよ、多分。本当にマミーパピーが、ね、本当に。どうなんですかね。今月車検かとか。いくらだっつって言えよっつってそんなんいいよね、マジで。お前変なこと言えないですよね。でもまあ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 言ってるからね、そこだって。そういう意味ね、まあいろいろ。じゃあそれはそれで逆に来てほしいね。そうですね、人の気になっちゃう。パピーに買ってますよ、なんか文句あるぐらいな感じで。別にいいと思うんですよね、買ってもらっても全然。じゃあ別に俺はいいと思うんだ。全然いいと思う。自分の車出したら別に誰かにね迷惑かけてないからいいと思うよ。あそこは全然いいと思う。ね、文句やつらで妬むやつ。そう、本当は高級車乗りたいですけどね。じゃあよかったらまた皆さん、こんな車の乗ってるよっていう、乗ってこんなんでよって正直に答えとしてね、はい、あの収入が多いとか少ないとかじゃなくて、逆にさ、じゃ逆にさ、月25万でベンツ乗ったらさ、うん、お前すげえやん、何してんの。確かに、ね、なりますね。どうやって回すの。毎日カップラーメン食ってますかもしれんやん、もしかしたらね。俺みたいにね、よし言ってるかもしれんし。いや
そうだから別にその多い少ないでほんと正直にね平均で言ってもらえばいいのでよかったら皆さん応募してください。はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、フリースオーナーさんのお財布事情でした。はい、さようなら。I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling. I killed down no one to free for champions. I can't believe you're trolling.